レセルクーは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。レセルクーの一圏の最南端にあり、かつてのアンジュに含まれる。本質的には、農村コミューンである。ルーセーブル圏との近さは、レセルクーの役場と境界が300メートルほどしか、離れていないのと同じくらいである。 ショレの南東 19km、アンジェの南 53km の距離にある。中心の村は標高 148m の高原にあり、ドゥーセーブル県から通じる県道147号線が通る。この県道は三島バンドボービニエからソンロワールとビーエに向かうもので3世紀もの間唯一の交通手段として公式の地図に記載されていた。イゼルネから通る。 県道148号線もコミューンに通じる。18世紀には、現在の道路と同じ輪郭を共有する方法しかなかった。面積は1836ヘクタールである。この面積は18世紀にははるかに広かった。ラセブリーのドメーヌは、ドゥーセーブル県に併合されるまでレセルクユの教区の一部であり、フランス革命が起きた後に、サントーバンドボービニエの一部となった。 コミューンの座標は、カナダ、ケベック州の位置と同じである。地質学上は、モージュ地方に属し、地盤は、主として、加工岩質の変成岩と結岩で構成される、アルモリカ3階とつながっている。加工岩質の地盤は、コミューン内に2カ所の採石場があることで証明される。アルモリカ山階が、全体的にそうであるように、地中で構成された岩石が古生代に上昇し、 断片化された。変形の動きに伴って、侵食の過程で、主に花崗岩でできた丸みを帯びた小山が出現した。近くのバンデやポワトゥーと同様、こうした小山の頂上が標高の高い場所となり、時にはピュイと呼ばれるようになった。地形学上、コミューンの面積は、猛獣地方の高原に含まれる。レセルクーの風景は、低木や池垣で区切られる。 バンデ・ボカージュ地方の風景と同じである。ボカージュを見渡せば、野原のほとんどは、スイカズラ、野生のバラ、ヒーラギ、サンザシ、ニワトコといった低寒木の生垣で囲まれている。バンデのように、農村の住宅の屋根には、瓦が使われている。一方で古い建物には、近接するブルターニを想起させる、花崗岩と結岩が使われている。わずかな雑木の林が、 九大四条の近くを除いて残る。コミューンに大きな河川は流れていない。ラポムレー川はムーランド・ラ・セーブル方から流れ出し、ルー・セーブル県との境を流れる。時が経つにつれて、教区そしてコミューンは、現在のレセルキュとなるまで様々な名を付けられた。1309年にセルケックスデモ・レベリア、1448年にサーコフ、 1648年にセルクウェイルズでラ、セボリー。1652年にセルキュでモレベリア。1668年に、セルコフォギーでマンデブロー。1790年にレ、セルクウェイルズでモレベリア。レセルキュでモレベリア。1996年にレセルキュ、である。しかし、セルキュの語源はおそらく遥か遠い昔に遡る。セルキュという語は、 古いガロローマ時代の言葉で、ラテン語のサーカスから来ているかもしれない。ケルトのルーツをもって形成された現代的な言葉、クローミレッチと同義語である。言語学者、翻訳家であるジャン・アレクサンドルは、セルキの語源をセルク・ウェイルズだとする。これは、ラテン語のサルコファガスから生じており、棺という言葉は墓を定義するからである。我々は、 この地が古い時代のモレブリエ領主の埋葬地であったと推測できる。一方で、モレブリエ領主が誰もそこに埋葬されなかったことが示されている。ラフシュリー地区にある積み上げられた石、ラ・ピエール・レベ、ケルト起源と見られる戦力岩を磨いて作った斧が2つ、コミューンで発見されている。ル・バ・デ・ピエール、ラ・ピエール・レベ、ル・グラン、ルプティ・シロンといった場所は、 戦死時代の集落であることを明らかにしているように見える。ガロローマ時代の遺構はレセルクーに残っていない。しかし、ローマの中チ,チアトがアンジェット3島をつなぐローマ街道近くにあったラグランドトロシュにあったと議論がされている。一方でケルトの遺跡は豊富である。レセルクーが新石器時代に重要な埋葬場所であったことは疑いがない。12世紀。 レセルクー教区はサンジュアンドマルヌ修道院に属していた。おそらく創設はもっと古い。モレブリエのセルクー教会が初めて言及されるのは修道院長ニコラがローマ教皇アレクサンデル三世から修道院の所有を認定された1179年の教書である。12世紀教区の領主は最初はモレブリエ博、その後ラセブリー領主と変わった。 この領域は上主権を形成していたが上塞は14世紀の半ばには破壊され、その後領域の大部分はラセブリー領に移った。14世紀初頭に生まれたギオームデセルクーは1367年にラセブリー領主と認められている。つままリーデセルクーとの間に生まれたのが息子のマセである。マセの娘ジャンヌデセルクーはラセブリーの領主となった。 15世紀初め、ジャンヌが、ジャンデュ・ピュイデュ・フーと結婚して儲けたのが息子モーリスである。1473年より前に、ジャンデュ・ピュイデュ・フーは亡くなり、レセルクーの教会に埋葬された。家父となったジャンヌは、ギード・ロシフォールと再婚した。ギード・ロシフォール1479年に、モレブリエ領主から彼の席や紋章を、教会内に儲ける許可を得て、その後没した。 ジャンヌ・デセルクーの息子モーリス・デュ・ピュイ・ルフーは1485年にモミュソン家の娘と結婚した。彼の息子がルネである。ルネは正当なラセブリー領主となった。しかし、彼の祖母であるジャンヌ・デセルクーが三度目の夫ジャック・ド・ダイオンとの間にピエールを設けたため、領主に数えられることはなかった。ダイオン家は、その後、デュ・ ピュイュフーケを犠牲にしてもレセルクーの支配権を得ようとした。16世紀の間裁判が続けられた。その後、ユグノー戦争が起こり恐怖を悩ませた。ウゼーブ・一世デュ・ピュイュフーケが当時ラ・セブリー領主で、ラガナ州の知事、ボワトゥー・チュであった。彼は、カトリック・リーグ側の有力者として、名を連ね16世紀後半の間熱心に領土で、戦った。 ユグノー側の報復として、1596年1月31日、ラセブリー城に火が放たれた。同じ日、ロシュポハクが1596年2月4日からの休戦を授けたため、残念な出来事であった。宗教戦争が眠りにつくと、レセルクー教区の権利を重当する目的で、ラセブリー領主とモレブリエ領主との間で裁判が始まった。モレブリエ領主グフィエドロアンヌは、 デュ・ピュイル・フーケとダ・ヨンケの対立が再燃すると、家中の栗を拾うことを望んだ。17世紀前半まで、この裁判が続いた。ラセブリー城の入り口ウゼーブ一世デュ・ピュイル・フーには、子供が二人いた。シュザンヌは、フィリップ・ドラエモン・ボーと結婚した。ウゼーブ二世は、ルイーズ・フランソワー,ーズ・ティラクを妻とした。ルイーズ・フランソワー,ーズは夫に先立たれると、 ニオール知事ヌイアン氏と再婚した。彼は、ラセブリーで過ごしたことのある、フランソワーズ・ドービニエの大父であった人物である。到着すると、フランソワーズ・ドービニエは、次女として仕えた。ヌイアン夫人は、レセルクーの教区司祭に、フランソワーズ・ドービニエの宗教教育を委ねることに、決めた。若いフランソワーズ・ドービニエは、その後詩人、ポール・スカロンと結婚し、 死別後に宮廷に上がり、マントノン公爵夫人の称号を賜り、ルイ14世の帰遷結婚の妻となる。デュ・ピュイル・フーケは、男系の相続人がなく、女系の血統であるラエモンボーケが継承した。1767年、クドレモンボー領主フランソワ・アベル・ジャムロンが、ラ・セブリー男爵の称号を得た。フランス革命が起こると、かつては、高貴な住民と呼ばれた強力な家系は、 終焉を迎えた。ルイ16世の王権のため、当初レセルクーの役場当局は、行政上の教区を交換した。これは1787年8月の選挙で選ばれた。潜在的な有権者として98人の世帯主がおり、そのうちたった26人だけが、年齢や収入という固定条件を考慮して、投票の可能性を持っていた。ほとんど農村からなる教区であり、 レセルクユの教区主任司祭が土地の1、号を所有していた。これは、モージュ地方で最も割合が大きいところの一つだった。同様に、事前事務所の存在があり、住民が全体的に貧困状態にあったことを証明している。この選挙では、ラグランドフシュリー村に住む39歳のノーフジャン・ジョゼフ・ブロソーが関在人に選出された。彼は、 補佐役にピエール・シモノーとピエール・ボナンを命じた。この三人で教区に払う税金の支払い義務のうち20%を支払った。1789年3月4日、村の宿屋で教区に対して第三身分陳情書が書かれた。彼らは主に演税の廃止と貴族や聖職者の金銭的利益の廃止を求めており、このことは安住の他の土地と変わりなかった。 レセルクーは後にバンで、ミリテールと呼ばれた地域の中心に近く、それとの距離は 20km、シャティオンシュルセーブルトは 12km、アンディドラロシュジャクランの領地から 8km、ニコラスとフレの領地から 10km しか離れていなかった。レセルクー教区は1793年の出来事から逃れようがなかった。この間、1792年8月から始まった。 ブレシュイール攻撃ではすでに一部の兵士たちが加わっていた。レセルクーはバンデ戦争で重い代償を支払った。50人以上の兵士が殺害された。中心の村と周辺の農家は二度も焼かれた。1794年1月1日、ラ・ロシュジャクランと共和国側のグリニョン将軍の軍との戦いの終わりに放火され、二度目は同年の3月14日。 クリニョン将軍率いる地獄部隊によって焼かれたと3月16日にテューーが報告している。最終的にコミューンが革命前の人口数を取り戻すまで50年の年月に世代後までかかったことに注意しなければならない。1799年の OBA の戦い、1815年の100日天下では犠牲者は出ていない。革命の間、ラセブリー城は 国有資産として売却された。ショーバンネルさんだけが競売に参加した。彼は、ニオールに住んでいた息子とネの利益にするため安倉、セブリーを多かった。20世紀になって、ラ・セブリー城は、トヌケの娘と結婚していたブリハクが所有した。人口グラフ参照元1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし、1999年まで、 イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。